地元鶴岡を中心に子どもから大人まで幅広い年代で楽しく活動しています。地域おこしよさこいで地域貢献活動をしていますが、さまざまなジャンルと連携し調整を続けていきますというコメントをいただきました。それでは百輪館の皆さん、よろしくお願いいたします。頑張って大人まで、今は50代から50代までの大人たちが頑張って練習をしてこの舞台に立つことができました。そして本当に4年ぶりの開催、月の山よさこいおめでとうございます。少しでも花を添えられるように頑張って踊らせていただきます。それでは皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。Ah!
百人課の皆さん、どうもありがとうございました。幅広い世代で活動しているということで、なんか前回よりもメンバーが増えているような気がしました。もう百人課さん大人気なんです、地元のチームにね。ぜひともこれからも頑張っていただきたいなと思います。ありがとうございました。